YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。本日は久留米キャンピングカーフェアということで、初めてのですね、100年公演というところにお邪魔してるんですけれども、今回ね、ちょっとご紹介したいお車がこの後ろの車なんですけど、結構ね、実はご紹介したことも過去にはあるんですけど、またちょっと中のレイアウトが変わってたので、やっぱいいなと思って、ちょっとご紹介してるんですけど、今回、こちらのお車ですね、 TR の 500C の LH というキャンピングカーなんですけど、ベースがですね、ハイエースなんです。ハイエースをね、好まれる方ももちろんいらっしゃるということでございます。で、まあ、なんて言うんでしょう、ハイエースをベースにするというか、このお車のね、外観の一つの特徴としては、やっぱりね、重厚感があるといったところで、キャンピングカーせっかく乗るならやっぱかっこいい方がいいですからね。で、そういったところもですね、外観の一つの特徴かなというふうに思っています。で、もう一つですね、こちらの会社さん、RV トラストさんなんですけど、結構ですね、キャンピングカーもちろん販売とかもそうなんですけど、それ以外のところも精力的にこうされている印象があって、例えばこの上の部分ですね、まあ、レンタカーというところで、まあ、キャンピングカーのレンタカー屋さんをやられたりとか、あとね、最近ね、僕注目してるのが RV パークスマートっていう、まあ、RV パークなんですけど、を本当にいろんなところにですね、こう一気に出店されているので、こうインフラというかね、キャンピングカー全体のこともね、考えられている会社さんだなというふうに思っております。ということでですね、今回ちょっと特別にこのシートにも座らせていただいてるんですけど、めちゃめちゃいいですね。このまずですね、ちょっとマットレスのお話をすると、このマットレスもすごくいいものを使ってまして、体圧がしっかりと分散するね、いいマットレスを使っているので、本当にこう長期間旅をする時でもこのキャンピングカーの中とは思えないぐらいの快適性があります。で、今この座ってるところに関して言うと、このね、背中の部分がこうちゃんとくぼみがあったりするので、このフィット感がね、やっぱりあります。で、キャンピングカーのそのシートに関して言うと、どうしてもこうね、セカンドシート、サードシートってこうフラットなというか、こうなってるところを、キャンピングカーも多かったりするので、そういった意味でこの後ろの空間をね、楽しみたい人、このなんて言うんでしょう、ゆったりとこの時間を過ごしたいなという人にこの1台向いてるかなというふうに思っています。そして、まあ、このね、後ろのこうレイアウトとか、コンセプトのご紹介をするときに、僕はね、結構このホテルみたいなキャンピングカーですねっていうお話をするんです。で、それはやっぱりこの後ろの部分の照明の使い方とか、これ今上開けていただいてるんですけど、この家庭用エアコンとかですね、でそういったところのを隠せるんですよ、これ。なので、まあ、生活感を隠すことができるといった意味で、このキャンピングカーは、まあ、ちょっとホテルのような、まあ、キャンピングカーですねというご紹介を普段はしてます。で、まあ、今回ですね、まあ、何がちょっと変わってきたかっていう話なんですけど、一つはね、このテーブルのこの長さ、ロングテーブルのになっているといったところが一つ、まあ、前回ご紹介したのと違うかなというふうに思います。この、まあ、キャンピングカー、こちらのキャンピングカーでいうと、基本的にはやっぱり大人2人ぐらいでゆったりとこう旅をするのに、まあ、向いてるかな。そしてなんて言うんでしょう、その、まあ、お仕事ね、金曜日終わってから金の夜出発して、土日や2泊3日ぐらいちょっとラグジュアリーに旅しようかなみたいな人に向いてるかなとは思ってるんですけど、例えばでもやっぱキャンピングカー持ってると、友達をね、この中に呼んでちょっとご飯食べたりとかお酒飲んだりしたいなっていう時もちろん来ると思うんです。
なのでこれぐらいのサイズがあるととってもね、後ろの使い方の幅は広がるかなというふうに思います。もちろん2人ね横座ってもいいんですけど、もちろん対面式にしてもいいし、ここね本当にぐるっと6人ぐらい、まあ、1,2,3,4,5人ぐらいか、まあ、全然囲めますのでね、このサイズいいかなというふうに思っています。でもう一つこの一番後ろのレイアウト面白いところが、これ今サイドテーブルっぽくなってるんですけど、これねここも走行中はしまわなきゃいけないんですけど、これもねこう伸ばすことができるので、これ外してここだけっていうことももちろんできますしね、夜ベッド展開した後もここのテーブルの幅を広げることができるっていうのが一つポイント。でもう一つはここの下の部分ですね、に冷蔵庫があるということで、基本的にキャンピングカーだと、まあ、シンクと冷蔵庫とか一体になってるパターンが多いですけど、やっぱりこの後ろ側でゆったりするときにこうしながら動かずに冷蔵庫のものが取れると、いったところがですね、やっぱ一つ動線が考えられているのかなというふうに思っています。あとその外部電源とか AC のコンセントに言うと、この一番後ろの部分ですねに、2箇所両方ついてます。ですので、寝ながらですね携帯電話ちょっといじって、充電しながらちょっといじったりとか、あと後ろの部分がこうちゃんと携帯が置けるようなスペースにもなってますので、寝るときもね枕元に携帯電話を置いて、寝ることもできると、いったところの、ま、工夫されているというか考えられているなというふうに思っています。あとですね、基本的にはあともう一つね、ここの、マットの部分なんですけど、オプションでこの真ん中の部分を埋めることもできるので、ここね一気にドーンと大きいベッドとして使うこともできますから、それぞれのね使い方に応じて、そのオプションつけてみてもいいかなと。個人的にはねこの真ん中やっぱ僕はあった方が好きなので、つけていいオプションかなというふうに思いますけどね。はい、そんなところがこの後ろの部分でございます。はい、続いてですね、まあ前の部分になります。こっちが運転席のところですね。やっぱりねこの電装系のところのこのライトの感じとか、やっぱこの辺もねおしゃれで洗練されてますよね。でメインスイッチがあって、でそれぞれ分かりやすいように全部ライトのところ、まあどういうものがここになりますよっていうのがついてます。でまあオプションでウェーブヒーターもつけることができますので、もちろんね冬場も快適に、過ごすことができますし、コンセントもねここにありますからね、使いやすいかなというふうにも思います。で電子レンジはここで、まあここにもね収納になったりしますので、ここのシンクを使うときにはここのタンクのところで、水を出し入れすると、いったところと、もう一つここのね部分も横のサイドの部分ですね、跳ね上げ式のサイドテーブルにもなりますので、ちょっとしたものを置きたいときとかね、簡易の料理をしたりとか、でそういったときにも使いやすいかなというふうに思っています。続いてバンクベッドの部分ですね、バンクの部分ちょっと見ていきましょう。はい、でバンクの部分こんな感じになってます。まあ、基本的にはやっぱりね下に人は寝て荷物を置いたりとか、そういったところをスペースとして考えるのがまあいいのかなと思いますけど、もちろんね人がなんて言うんでしょう、耐荷重的には人もね寝られるサイズになってますから、そういった時にゲストが来た時とかに使うといいのかなというふうに思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますので、そちらもよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。